せーの、ゴーズアトップ J1 です。どうも J1 の白岩力です。 J1 の川西匠です。ルボシオンちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、はじめまして。いやー、ということで、大切な一日が終わりましたね。終わりましたね。いや、今日、これを聞いてる、はじめましての方もいると思うんですけど、はい、そして僕たちのファンのジャムの皆さんは知ってると思うんですけど、はい、昨日の3月4日は僕たち J1 のデビュー記念日でした。はい、ありがとうございます。すごい。先ほど素敵なお花もいただいて、はい、本当に感謝しかないんですけど、感謝ですね、本当、はい、はい、そしてデビュー2周年の記念日ということで、うん、スペシャルなハッシュタグで、ジャムの皆さんもお祝いしてくれましたね、うん、ありがとうございます。例えばハッシュタグ J1 デビュー2周年おめでとうだったり、あ、嬉しい、ハッシュタグ J1 デビューセカンドアニバーサリーなど、はい、たくさんのハッシュタグがありました。ありましたね。本当に皆さんありがとうございます。ありがとうございます。いやー、長かったね。長かったね。長かったですね。今日生配信もあったね。今日は僕はもう7時か8時ぐらいには起きてましたね。早いな。レッスンやったもんね。僕も、映画のね、はい、映画の、はい、披露試写会、披露試写会もあったし、その前に僕とシオンはね、はい、お仕事も行かせていただいて、ね、収録がありましたね、はい、そうね。本当に3月4日本当に長く素晴らしい一日でしたね、はいはい。朝からラップレッスンレッスンもやりましたね。文句ですかそれ。いや、ありがとうございます。ありがとうございますってことですよね、はい。ちなみにだって今もやってますからね、こうやって。確かに、こんなに一緒にいて、もう今日シオンとルキ君はもうずっと一緒にいるんですよね。隣見たらシオンしかいない。嫌なの？嫌じゃないですよね。いいですよね。嫌じゃないです、ね、はい、ということでデビュー日記念日ということで、はい、お祭りはまだ終わっていません。よいしょ。ということで今夜は高野菜のノリでワイワイこのまま盛り上がっていきたいと思います。はい、お願いします。はい、せっかくだから3人でタイトルコールバッチリ合わせて、はい、いいスタートを切っていきたいと思います。お願いします。そうですね。いや、もうね、俺らは、はい、もう顔面三十指っていう感じで、はい、もうポンポンポン。あれ、テンションおかしいな。はい、最初から気づいてましたよね。まあでも今のところめちゃめちゃいい感じなので、いい感じですか、はい、このタイトルコールバシッと決めて、はい、いつもの J1 のシンクロ率の高さを見せていきたいと思います、はい、生放送だからねこれ、はい、一発だからね、一発勝負。オーケー、決めよう、はい、決めますか、はい、それではタイトルコールいきたいと思います、はい、せーの、 J1 のオールナイトニッポンクロール。はい、改めまして J1 の白矢力です。川西匠です。セルバションちゃんです。はい、僕たちのタイトルコールどうでしたか？そうね、最初の方は良かった、ね、そうですね、 J1 のまで多分ちょっと揃ってましたね。俺いい一つ、はい、エコーのせいじゃない？ちょっと遅れすぎてちょっとね、確かに、うん、ちょっと合わせられなかった。確かに確かに、うん、遅れて聞こえてきちゃったね。そう、いや、2人的にはこれ今のタイトルコール、いや、これなんかリベンジできないかな。そうそう、いや、こそっとあったよ。あった、もう一回やる。いや、でも僕これが生なんでっていう、はい、確かに、はい、一発勝負ね。一発勝負でした、ね、じゃあ初めてのオールナイトニッポンクロスは僕たち3人でお送りします。はい、お願いします。はい、ジャムの方も聞いてくださってると思うんですけど、はい、僕たち J1 のことをね、今日初めて聞いたとかよく知らないよという方もたくさんいると思うので、はい、僕たちがどんなグループかっていうのを、じゃあどちらに紹介してもらおう。どっちも目そらす。いや、俺は見えないよ。いや、いいけど自信ないよっていう目です。あ、なるほどね。あ、僕も全然そうね、原稿では今カッコになってて、指名、僕の指名で決まるということなので、今2人がちょっと嫌な顔をしたんですけど、責任がさ、ほんまに直感で、あ、いけると思ったら、じゃあ匠、うわ、マジか。マジか。今日から、ね、今日から3年、今日から3年目なんで、はい、皆さん可愛がってください。はい、可愛がってください。はい、はい、そんな僕たち J1 なんですけど、じゃあ軽くね、グループの説明はしたんで、はい、一人一人がじゃあどういう担当なのかとか、僕らのね、はい、僕らのじゃあ個人個人の、じゃあまず僕から、はい、僕はそうですね、唯一東京出身だったりとか、うん、関東出身で、はい、東なので、はい、まあ、大体東のエリアを任されて進めますね。、はい、まあ、あとはそうですね、標準語っていうのをやっぱ僕しか喋らないので、はい、僕が皆さんに伝えなきゃいけないところをちょっと10人に飲まれてるという事実がありまして、はい、たまにね関西弁になってる時がありますよね。そうね、
たまにというかもうほぼなってるんじゃないかなっていうぐらいなんですけど、これからはねちょっともうちょっと標準語をみんなに喋らせようと思います。いや、はい、もうお願いしますよ。唯一の東京都出身工事担当の白歩きです、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ次たくみかな。はい、僕会社員として、うん、あのバギーをバギーをあの開発するお仕事についてすごいよね。でもそれって、はい、そっからのこれだもんね。そっからの J1 転職。誰がバギー作ってる人がラジオやると思ういや僕も思ってなかったです、ね、想像つかないよね、はい、J1 のぶっ壊し担当です。どうもこんにちは。ぶっ壊し担当でございます。なんで誇りを持っているのかありがとうございました。以上急な着地、だいたいがなり声僕です。別に歌う時じゃなくてもがなってるもん、ね、そうです、ね、ずっと気づいてるということで3人は普段どんな話をしていますかっていう話。うわ、どうだろうな、どんな話してるの。でも匠とかシオンは結構話してるイメージがある。そうっす、そうですね、結構あの僕らの SNS にどれだけシオンがお茶のシール集めてるかっていう証拠もね、証拠も載ってるんで、載ってます。チェックしてほしい。ぜひチェックしていただける。なんだろう、なんだろう、何のために集めてんのそれは。理由はない。俺だってその同じお茶を飲んでて、はいはい、俺は捨てちゃったのよ、はい、その時結構怒られてあったっすね、ルキ君なんで捨てたんですかあって、そっからはもう渡すようにしてます。家で飲んでも渡すようにしてます。持ってきて持ってきて、はい、今ではスタッフさんも、なんか、パソコンに貼って集めた、協力してくれてる。迷惑だな。でも理由はないと。理由はないですただ集めてる、集めてる、はい、そんな感じで、で、うん、今日が金曜日、はいはい、ということなので、普段金曜日のこの時間は皆さん何してますか。はい、僕は寝てます、はい、12時もう寝てますか。寝てますね。寝てますね、確かに、はい、ガチで寝てるかもしれないですか、ね、どう起きてる。僕は起きてますね。お、基本夜に画面暗い部屋とかでこうやって例えば見てたら、うん、目が疲れてなのか分かんないけど、うん、すぐうとうとしてきちゃう。俺は僕なんないですね。なんない、はい、すごいね。じゃあいつもどんぐらいに寝るの基本。いつもまあ2時とかだから。皆さん聞いてくれてありがとうございます。ありがとうございますわざわざ起きててくださってはい、そんな僕たち JO1 がお送りするオールナイトニッポンクロス、はい、生放送ハッシュタグ JO1ANN クロス、クロスはアルファベットの X です。よいしょ、はい、じゃこの番組はスマホに特化したバーティカルシアターアプリ、うん、スマッシュなら映像付きで楽しめます。探してみてください。お願いします、はい、お願いします。それでは、ここら辺で1曲お聴きいただきたいと思います。去年の JO1 が初めてお客さんを入れて行ったライブ「オープン・ザ・ドア」もこの曲から始まりましたね、はい、ということ で曲いきましょう、はい、JO1 で「Born to be Wild」。
この番組はスマホに特化したバーティカルシアターアプリスマッシュで映像付きで楽しめます。スマッシュのアプリをダウンロードして J1 のオールナイトニッポンクロスで探してください。 J1 のオールナイトニッポンクロス。白井るきです。川西匠です。鶴星しおんちゃんです。今夜はこの3人でオールナイトニッポンクロスを担当しています。早速リアクションメールが届いています。すごいということなので、読んでいきたいと思います。お願いします。はい、白井るきが読みます。はい、チキン南蛮さん。おー好きよ。JO1 のオールナイトニッポンクロスくっそーっていうタイトル斬新ですね。どういうこと？どういうこと？だから一番最初に僕らがオールナイトニッポンクロスで合わなくてくそーって言ってたあの。のがクソまでがタイトルっていうのが斬新ってことね。ああそれ違うんです。これは俺らのミスです。悔しいのクソなんですよね。悔しいのクソですね。あのタイトルじゃないんですよね。それ感情が出てきちゃってちょっと。そうね。いやちょっと悔しかったね。悔しかったですね。揃うと思ってたから。はい、うん、はい、はい、じゃあ次シオン。はい、あの皆さん、デビュー日の忙しい一日が終わったからといって今も本番中なんだから油断しないでください。なんで俺ら怒られてるの？まだありました。打ち上げ会場じゃないんですよ。まあそうですね、まあ、その通り、その通り、その通りなんですけど、いやあの俺らが盛り上がってたら、うん、聞いてくださってる方もあのテンション高くなれるかなっていう意味で、はい、でね、あの僕らふざけてるわけではないので。いやちょっと低く、次行きましょう。低くしたら見るやん。いやでもね、確かに油断はしないようにそうねしていきたいですね、はい、ちなみに今このリアクションメールで俺油断できないです。どっからのパンチが飛んでくるか分からない。もうずっと、はいはい、そうですね、ちょっと厳しいですね。厳しい人多いですね、はい、なんでなんでだろう。じゃあちょっとキュンキュンいきます。一回キュンキュン、キュンキュンこうやってキュンキュンに、キュンキュンにいきますね。ねえ、なんでなんだろう。そうですね、はい、じゃあちょっとリアクションメール続けて読んでいきたいと思います。はい、曲流れてる時にどんな会話してるのか気になるわらはーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。どんな話してる。あ、そっか、俺らが曲流れてる時も見えてんだ、うん、見えてます。スマッシュでは見えてて、でも音は聞こえてない。あ、確かにそれ気になる。でもどんなこと話してたかな。いや、あれ全部英語ですからね。え、ほんまに何話しました。さっきはは、なんて話して、ま、あ、あ、そうね、お茶のシール、お茶のシールがどんぐらい溜まってんのかをスタッフさんが見たらしくて、ちょっと驚異的やなっていう話とか、まあ、あと、あ、今のところいい感じなんじゃないかって思ったらめちゃめちゃ辛辣だった。そうですね。そうですね。あ、そうなんだ。まあでもそんな感じよね。本当にちょっと。明日何時だっけとか。あ、そう。あ、そう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 。もう明日のこと考えてる。また怒られるよ。やばい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 。本番中なんだから。すいません。ルキ君の声、滑舌が良くて聞きやすくて素敵だな。ラジオ向きだと思う。ラジオ向きだと思う。終わり。ありがとう。やっと褒められました。すごい。なんかさっきの匠の読んでた人と違う人みたい。いや、もういいことだったので。あ、本当に。いいように。でもなんかさ、さっきリハーサルみたいのでさ、はい、あのジングル撮った時にさ、自分の声聞こえてきたらなんかすげえ違和感あったの、うん、あ、確かにね。だからこうやって言われたらちょっと嬉しいわ。確かにね。確かにこれ僕も嬉しいです。なんかルキ君の声がいい声って言われて。なんでやねん。なんでやねん。もう関西弁で全然あかんよ。全然あかんっていうのもやばいな。全然ダメだな。でいきましょうか。あ、なんで。でも嬉しいです。本当にありがとうございます。はい、シオンも匠も素敵な声です。じゃあ匠呼びますか。続きまして、僕聞きながら寝ようとしたけど全然寝れない。曲始まっておはようございますしてる。あ、なるほどね。あ、大丈夫ですよ。目の前のシオン寝そうなんで。もう目が真っ赤ですね。大丈夫です。花粉もやばいな。でも確かに曲聞いたらね、盛り上がるしね。ボントビワールでいい曲です。確かにあれ寝る前にかけられたらちょっと嫌だね。嫌です。寝れないもんね。だいぶトップ5ぐらいいきますよね。確かに。はい、ということでまだいきますか。あ、そうですね。じゃあそれでは少しだけね、あのリアクションメールではなくて、あのちょっとフリートーク的な感じで、はい、まあ、デビュー日ってこともあったので、そうですね、話、さっきも言ったんですけど、今日はどんな一日だったかっていうのをもう少し詳しく言うと、うん、まあ、僕とシオンは、はい、あの生配信と登壇の前に少し別のお仕事があって、はい、みんながねリハーサルをしてくれてたんですよ。そうです、うん、今日あのその
死者披露死者何死者披露披露死者会披露死者会の前にあの、ね、生配信をやってたんですよ、うん、そうね2周年の、ねはい、そのリハーサルとその死者披露あれ披露死者会披露死者会のリハーサルも怒られるで次行きますあかんかんもやめて、はい、のリハーサルはあのね来れなかったんだよねそうで僕とシオンがもう着いた時にはもうやばいよ5分後配信だよって言われて、はいはいリハーサルできないままそのまま席ついて始まったって感じなんでもう何が何か分かんないなんか僕とシオンだけちょっとあの浮き出しで、うん、浮き足でやってましたうん、そのままのテンションで行ってました、はい、っていうのがありました、ねはいはい、裏話なんですけど、そうですね、はい、そうですね他には何かあるかなそれこそ今だから言えるデビュー当時の失敗談とかこの3人の中で初めて会った時の印象が変わったメンバー3年目に向けてやりたいことチャレンジしたいこととかいっぱいあるんですけどどれが話しやすそうですか、デビュー当時の思い出とかもありますけどそうですね、まあ、だから話そのファイナルを境に本当に人生が180度変わって変わりましたこの世界ってこんなんなんだっていうのは分かっ、うんはい、だって1日で15媒体とかそうですねそんぐらいあ本当それがありましたよありましたね俺初めて分刻みのスケジュールを見たというかねでご飯食べる時間とかも正直ないぐらい、うん、本当いろんな媒体さんにこう取り上げていただいて、うんうんまあ、嬉しかったしあこれが芸能界か、はい、あったよねありました、うんまあ、あれびっくりしたのすごい覚えてびっくりしたねもうなんかもうボロボロでしたね、うん、あの最後の辺顔作れてたかな確かに思い出はあるよね、うん、未だにあそこ行くとだってその時思い出すもん、はい、この前行ったよね行った行った行きましたその場所行った時めっちゃ思い出したもん、はい、なんかシーンとかある何でもいいと言うと怖いなそれで言うと僕ルキ君とはないよ全然一回もほぼ話したことないないないすごいっすねそう思ったら俺だってシオンと一緒のチームだったのもヤングと Y だけだからそう Y 一緒だったもん、ね、Y 一緒で違うかったやんほんであの知らない人は多分分からないっていう戦うんですよねそう戦うんですよみんなでいろんな曲を披露して投票数を争うみたいな、はいまあ、グループバトルだったり、はい、ポジションバトルっていうのが、はいまあ、あってその中でシオンと僕はたまたま同じ曲をやったんですよそうですねでもシオンはソロでやったんですソロでやって最初に僕たちはあの6人ぐらいでやったっていう、はい、あれ面白かった面白かったでも本当にそれこそ匠とはデビューするまで半年ぐらいかな約オーディションって、はい、撮影期間あったんだけど、はい、本当に喋ったことないよね喋ったことない僕でも喋ったこと一個だけあの覚えてますいや怖いな覚えてないわいや僕覚えててあの衣装をあのやっぱみんなそれぞれもう結構人数がいるんで、うん、あるんですけどなんかルキ君の靴を間違えて僕が履いちゃってたっていうのが一回あってしかもそれ Y じゃない、y? あそれする Y です Y, の Y とレーザーファラックだよ、ね、はい覚えてる覚えてますで俺入んなくてえなんでリハーサルで入ったのにと思って、はい、見たら靴底に川西って書いてあってあそうでそれあそれ川西さんのですってなって、はい、一緒に衣装さんと一緒に匠のところに行って、はい、これ多分僕の靴なんでっていう話をしたのを覚え、ね、確かあったわありましたよねあった、もうでもそれのみでした確かにそれのみだったすいませんっていう感じでこう、ね、気まずく終わり、はい、気まずく終わりましたけど、ね、なんか知ってはいるけども喋ったことないしかもお互い人見知りだしそうなんですよっていうのもあったしいや靴の印象はだから今もなかったように忘れてましたね僕だけか思ってたのでも俺シオンは本当にびっくりしたことがあって、はい、俺ヤングの時に同じ部屋だったの、はい、たまたま、はいはいはい、でシオンとベッドが隣であ隣やったわそう隣で俺が夜寝ようと思ってパッて見たら毎日同じ仕草をちょっとしてることがあって、はい、俺奇妙だなと思って、はい、俺わざと言わないでおいたの、はい、でそのファイナルの前日ぐらいかな、うん、にパッて見たらあのベッド際にコンタクトがずらー並んでてだから毎晩コンタクトを目から取ってこのままベッドの縁に置くっていう仕草をしてるのえそれ片付けてないってことだから俺そっちの方が奇妙だったもんコンタクトレンズがめちゃめちゃ並んでてそれ言ったよね全部コレクションするんでコンタクトもねお茶のシールも、はい、いや全部まあまあお茶のシールはいいけどコンタクトは捨てようこれからはうん、ちょっとなんか清潔にしてほしいですね、うん、
今はしてないです。今はしてない、はい、それならよかったよかった。はい、そんなところで、はい、それでは2曲目いきますか。はい、本日から、新曲の飛べるからの配信もスタートいたしました、うん、はいはい、でこの曲はですね、はい、そばで支えてくれているジャムへ向けて感謝を込めたバラード曲になってまして、はい、そうですね、なんかレコーディングの時のエピソードとかってありますかね。なんか僕がすごい印象的なのは、うん、あのいつも僕とかシオンってラップをやることがすごく多いんですけど、はいはい、この曲でシオンもサビ前のボーカルラインを歌ってたりとか、僕もサビを歌わせていただいたりとか、なんかちょっと新鮮だなって聞いた時思いましたね。なんかちょっと新しいなっていうのが僕は思いましたね。確かにそれはそうやな。あとこれ映画とねめっちゃ合ってた。やばかったっすね、マジでめちゃめちゃ合ってた。あのなる音楽が流れるタイミングとかもバッチシでしたよ ね、 あと最後鳥がね、鳥がね、鳥がっていうのがダメですよね。言ったまあ見てください。まあまあまあ、危ねえ。これぐらいなら言っても僕は許しちゃいますから。まあシオンが許してくれるんだ。シオンが許しても周りは許してくれない。大人はそんな僕らのね声が早く見ていただきたいです、はい、詰まった新曲は僕たちのドキュメンタリー映画の主題歌にもなってますんで、はいはい、来週ね、はい、金曜日お聞きください。 JO1 で飛べるから。J1 のデビュー2周年を祝う高野祭としてお送りしている今夜のオールナイトニッポンクロス、では先ほどのリアクションメールがね、どしどし届いているようなので、はい、じゃあいくつか紹介させていただきます。はい、本当に2本当にね、配信されてんのかなってさっき CM の時言ってたぐらい僕らは分かんないんですけど、コンタクトがリアルタイムだったから多分そういうことなんだろうね。ありがとうございます。はい、ということでこの時間はこちらのコーナーをお届けします。はい、いけますか。はい、行きましょう。せーの、 Go to the top。 ちょっと
僕たちが自己紹介の時に言うフレーズ Go to the top。 最近では北京オリンピックカーリング女子日本代表ロコソラーレもこのポーズをやってくれてニュースにもしていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そんな Go to the top のフレーズに合わせて番組をお聞きのあなたが言いたいことを募集しました。ちなみにお手本としてシオンから一発Go to the top に合わせて言いたいことを言ってもらいましょう。楽しみです。はい、好きな食べ物は山椒、好きな飲み物は白湯、迷ったら右に行けよ、いや左かな、どうもゴーストトップ天才型やな、はい、こういう感じで、はい、もうこんな感じでもう何でもいいので、はい、どんどん紹介していきたいと思います。はい、はい、じゃあ匠お願いします。はい、読ませていただきます。はい、ラジオネームカッティさん、はい、ティッシュ箱空になったなと思ったらそこに1枚だけまだ残ってた、ゴーツだと。 ありますけど助かったね、助かったって気持ちになるね。こういうのってさメモとかしてないとさ、うわあるなとは思うけど忘れちゃうじゃん、忘れちゃう、よく今このタイミングでこれ書いたなって。もう今なったんじゃない今なったのありがとうございます、はい、タイムリーな情報を教えていただいて、はいはい、エアドロップで中山筋肉の写真が送られてきた、ゴーストトップ。いやこれはちょっとどなたから来たのかな、それ気になる。本人じゃないですか。本人捉え方によったらホラーですけど。怖いよ怖いよ怖いよね、すごいの急に来た、誰から何のために。気になります。学校の雑巾くせえ、ゴーツだと。おいもう何でもありじゃねえか本当に。マジで名前好きや。でもあるあるだねこれ。ある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 ね。学校の雑巾絶対臭い。続いていきます。ラジオネームバカデカパッションさん、ゲレンデかと思ったら白いワルキの歯だった、ゴーツだと。ゲレンデ、あのどういうことって今まで分かったこと一個もないのよ。確かにね、本当にどういうことよこれ。だからもうゲレンデぐらい白いよってね。あそうゲレンデってなんですか。その雪のその雪、うん、遊ぶとこや。ああ遊ぶとこか分からんけど。ゲレンデ知らないお前が怖いよ。我慢して我慢してからのおしっこ、ゴーストトップ大丈夫。ちょっとあのね、心配が勝つ、何でもありじゃねえから本当にこれガチです、ガチガチ。次から絞った方がいいな。その話題を。それおしっことかけてますか。そう、あのこれ何でもいいってしたのが悪いわ。確かに。こうなるよそれは。確かに。だから次からちょっとね。はい、春が来たからコート捨てた。Go to the top。わあ。捨てんでええやん別に。残せよ。勢い止まんねえなじゃん。はい、止まんねえな。ラジオネームひよこはピヨピヨ。こっちが聞きたいよ。聞くのなんなんそれ。歯医者の前で歯を見せながらスクワット、ゴーツだと。なんなん本当に。ちょっと待って、歯がトレンドな今。それさ通報されない。歯医者の前で歯を見せながらスクワット、これさっきのホラー超えてきたな。なかなかな、一番怖いよそれ。あの心情聞きたいよね。聞きたい、どういう気持ちでやってるの。んだよ教えてくださいね。これどうだった、トップメールありがとうございました。ありがとうございました。はいはい、もうこの後エンディングですね。はい、深夜24時からお送りしてきた J1 のオールナイトニッポンクロス、エンディングの時間になりました。あ寂しい寂しい、早かったですね。始まる時はもう あと1分後とか言ってたのがもう50分経ちましたよ。でも
はい、じゃあ先にねちょっと J1 からお知らせをさせていただきたいと思います、はい、番組終了後にアフタートークもあります。そちらもぜひご覧ください。また今週の放送は来週金曜日にアーカイブがアップされます。スマッシュでいつでも何度でも見ることができますので、そちらもチェックよろしくお願いします。お願いします。ということでハッシュタグ JO1ANN クロスがトレンド1位になりました。すごいです。おいながらコンタクトはほんまに書いてます。はい。もうそれは教えてくれました、はい。神奈川県ラジオネームガチマユさん、私はコンタクトを取って壁に向かって投げつけています。くっつくのが楽しいです。もういいんだよコンタクトは。それはか出させていただきたいですね。はい、はい、ここまでのお相手は J1 の白寄力と川西匠と鶴星潤でした。よし、さあスマッシュでご覧の方だけが楽しめるアフタートークのお時間です。はい、はい、引き続き J1 の白岩るきと川西匠と鶴星潤の3人でお送りします。はい、でしたか。いや緊張しましたね。でも緊張したね。でもどうでした、なんか始まったらあっという間だったし、うん、楽しかったなって思う。確かに、うん、バランス良かったんじゃないですか。結構確かにそうね、はい。まあ、あとなんかラジオって言ってんのに、はい、こうやって画面があってカメラがあってっていうのが今まであんまりなかったから、うん、もうラジオじゃないじゃんって思いましたけど、ね、まあでもなんかこうやって映像でやっぱ楽しんで くださってる方もいると思うと良かったのかなと思いますね、うん、楽しいならそれでいいよ。確かに、だってコンタクトの話とかしたらもう次のメールでコンタクトだったもんね、うんうん、確かにそれはびっくりしたね、うん、あと皆さん1位ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ、はい、嬉しいです。いや本当に僕たちめちゃめちゃ楽しかったので、うん、また本当に機会があれば出させていただきたいなと思います。はい、はい、あの Go to the top のコーナーひどいよ本当に。だって制限ないんだもん。いやあれやっぱ決めた方がいい。いや決めた方がいいね。絶対絶対決めた方がいい。でもねめちゃめちゃいいコーナーだなと思って、正直、うん、それが気に入った。いやこれね、いやこれだってあそれね、危なかったでしょ。危なかったね。レル君とかルッキー君言えへんでこれ多分。次回やるときはあのテーマを絞って、はい、絞ってやらせていただきたい。やらせていただきたい。そうっすね。なんだろうな。ゴーザトップは変わりなしでってことですよね。ゴーザトップ変わりなし。まあ未だにゴーザトップはあんま関係ないよ。確かに好きなこと言ってるだけなの。なくてもいいぐらいですか、ね。まあ一応ついてるよって、ね。なんかテーマなんそう例えばだけど、うん、あの。今で言った卒業シーズンなわけや、うんうん、だから、まあ、そういう卒業だったり学生時代を絡めて何かあったことでもいいし、うんうん、まあ、その時々によって何か季節感あるものだったりとか、うん、なんか今旬なもの、うん、はい、夏のゴーツーザトップとか、うん、なんか冬のねゴーツーザトップ、うん、クリスマスのゴーツーザトップとか何でもいいんですけど、確かに、なんかそういうのが絞っていけば、うん、こういうのはなくなるんじゃないかなと、うん、はい、思いますけど。いや、はい、いいですね。まあ、大喜利スカレードジュンさん、スカレットジュンさんです。ラジオネームこれやらかしてますね。シオンが言うってことは相当ですからね。うん、これはあんまりね、シオンがそうやってね言うことないから。本当に良かったです僕で。なんかこれ読めなかったメールとかもなんか紹介したりしますか。ちょっと、はい、拾えなかったもん。怖いな俺今の。怖いですね、ちょっと。いやでももう行きましょう。大丈夫大丈夫大丈夫、うん、ジャムネームサチさんからです、はい、今日のメンバーは3人顔面御三家と言われていますが、自分以外の2人のどんな表情がかっこいいと思いますか。あ、普通だった。普通でよかった。これがなぜ放送に来ないのかっていう感じなんですけど、今普通か。そうですね、自分以外の2人のどんな表情がかっこいいなと思いますか。表情か。表情、うーん、全部でもずっとかっこいいですよね。かっこいいじゃないですか、うん、ほんまに全部。なんか言わないだけで撮影の時もそうですし、もちろんライブもそうですし、うん、あの何もメイクとかもセットとかもしてない練習中もそうですし、うん、全部。なんかその写真、まあ、撮影していただいて、うん、なんか出るじゃない画面に、うん、モニターみたいな、うん、モニター、もうえぐーとか言いますもんね普通に。確かにえぐーとか言うね。えぐーって。確かに確かに。だからかっこいいんです。答えは全部全部かっこいい。常に常に。恥ずかしいな。常時これ自分たちで言ってるから、ね、恥ずかしいけど。えでもこんだけ言って画面御三家って言われてますから、言っていただいてるので、はい、もっと頑張っていきましょう。私たちで頑張ります。本当に頑張っていきます。はい、他は大丈夫ですか。
はい、この曲か。ということで、はい、今日は本当に皆さんたくさんのメールだったり、反応をくれてありがとうございます。ありがとうございます。本当に楽しかったです。はい、はい、またすぐ会えるように僕たちも頑張るので、はい、その時もまたよろしくお願いします。はい、お願いします。さてアフタートークもそろそろ時間になりました。はい、今日は JO1 の白岩瑠姫と川西匠とゼロポジションでした。ありがとうございました。おやすみ。おやすみ。おやすみ。みんなゆっくり寝てね。